今回は大丈夫でしょう。ギャー、メガビーム砲が折れちゃう。今回なんですけども、ガンダムブレイカー砲の作成レシピで、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーでおなじみのデンドロビウムの作り方を紹介しちゃいます。今作は MA だって余裕で作れちゃいますからね。今作のガンブレ号は自由度がすごいですね。それでは必要パーツを見ていきましょう。ヘッド、ボディ、アームはお好きなパーツで大丈夫です。サイズは HG でね。私はステーメンで揃えていきます。レッグはボールを選択してください。ボールの足パーツは必需品ですね。バックパックはステーメンのを使っていきます。スペリアルガンダム、ブースター、ユニット装着型も合うので、そちらも興味あったら試してみてください。シールドは強化型シールド、ブースターを使っていきます。ビルダーズパーツをつける前に各パーツのサイズ調整をしていきます。ヘッド、ボディ、アームはすべて一番小さいサイズに調整していきます。レッグはサイズはそのままにしておいてください。バックパックのサイズは一番大きいサイズで調整していきます。角度の調整をしていきます。こんな風に動かしていくと、もう MA みたいになっちゃいますね。この状態をベースにしてビルダーズパーツを取り付けていきます。その前にシールドのアタッチをバックパックにしてボールの足を隠すように調整していきます。サイズ感によって数値も変わってきてしまうので、見ながら調整していくのが良いかと思います。こんな感じですね。ビルダーズパーツの5連装ミサイルポットをバックパックの両サイドにつけていきます。位置を調整していきます。ミサイルポットの方向は上下の向きがあるので、設置するときは気をつけてね。再度5連装ミサイルポットを設定していきます。次にレドームをバックパックに取り付けていきます。これがアイフィールド発生装置になりますね。バランス見ながら大きさを調整していきましょう。次にテイルキャノンを選びます。これはレッグにつけていきます。 EX スキルを使った時に初期に設置したところからビームが出るようになってしまう仕様なので、違和感を減らす対策としてレッグにつけます。またビルダーズパーツは設置した箇所のサイズに合わせて大きさが変わってきます。そのためボールの足パーツを小さくしていなかったのはこのためのものになります。また今回はパーツが足らないのでやりませんが、マジックハンドは足パーツにつけて
メガビーム砲にくっつけると雰囲気出て良いですよ。黒く塗ったらパーツっぽく見えますね。今回はアームドアーマー XC をバックパックに両サイドつけていきます。これでパーツの取り付けは完了です。次に色を塗っていきましょう。カラーリングはヘッド、ボディ、アームはベース色を使っていくので、それ以外の箇所を選択して、プリセットカラーからステイメンを選んでいきます。ステイメンを選ぶだけでデンドロビウムと同じカラーになるので選んじゃいましょう。あとは各パーツごとに色を調整していきましょう。オリジナルのカラーでペイントしちゃってもかっこいいと思いますよ。これでデンドロビウムの完成です。皆さんもぜひやってみてくださいね。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。